はい今回は日本国内の牛肉豚肉鶏肉の価格上昇で倒産が加速するやばい状況のニュースこちらを考えていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、ニュースの内容からですねまあ、本当にあの今までもそうですがこれから今後ですねさらにこの倒産が懸念されるそのニュース、えー、を考えていきますで、僕もリスナー様もですねまあ、僕たち日本国民としては 牛肉、まあ、豚肉、鶏肉の値段が高くなったらですね、まあ、我慢するっていうか我慢せ,せざるを得ない、まあ、そういった状況かと思うんですが例えばですね、えー、まあこの飲食店をされている方定食屋さんとか個人でされている方がいらっしゃるわけですねでそういった方たちがもう大打撃で倒産せざるを得ないと本当に日本社会の混乱そういったことを招くあの国民の生活、まあ、食事 そすべてにですね悪影響を及ぼす、そういった内容について考えていきます。ニュースの内容もあるんですが、それに関して、SNS の投稿もありますし、僕もですねちょっと聞いた話があるので、ちょっとその話をしていこうと思います。僕は仕事場に行ってるんですけど、その仕事場にですね女性の方がいらして、たまに話すんですよね。僕、基本的に職場で話さないんで、僕から話すことはないんですけど、 その女性の方がおっしゃってたんですけどいつもご飯を食べてるんですかっていうことを言われたんで1日1食ですって僕はちょっと太ってるんでねいっぱい食べてると思われたのかどうかわからないんですが1日1食ですみたいなことを答えたんですよ実際1日1食なんで立ち食いそばとかしか食べないんですけどそれ以外経済的に厳しいんで食べられないんですけどただその職場の女性が言ってたんですよね。 その人も白米しか食べていないと、まあ、おかずを食べないということですねで、それっていうのはもちろん深く聞きませんでしたけど、経済的なことが関係あるんじゃないかと思いまして、多くの国民が多分今、そういった状況になってるんじゃないかと、で今回の,です、ね、この肉の値段が高騰したっていうこのニュースなんですが、 僕もそうですし、ね、その今お話ししたそのその職場の女性もそうですが、まあ、肉を食べないと食べない食べれない。で、リスナー様もですね、肉を食べない食べれない方が多くいらっしゃるんじゃないかと思います。あのね、値段も気にせず、焼肉を食べてるっていう人はあまりいないんじゃないかと、まあ、いるのかもしれないんですけど、まあ、そのように思うんですが。 例えばですね、その肉っていう話になると、その定食屋さんとかあるじゃないですか、個人でされてる定食屋さんとか、あとは分かりませんけど、個人のラーメン屋さんとか、そういったものも影響すると思うんですね。とにかくこの肉の値段が上がるっていうことから、えー、肉の値段が上がる、つまりは仕入れの値段が上がるわけじゃないですか、それっていうのは商品の価格を上げざるを得なくなるわけですよね。そうなってくると、お客さんが来なくなる、来れなくなるっていうことで、倒産するっていう、この、 負のサイクルに入るわけですよだからこの状況ってあの個人のお店を経営されている飲食店の方とかもうどうにもならないんですよね。でそのニュースの内容は何かっていうと安い肉が日本にもうなくなったと牛肉に続いて豚肉鶏肉も価格が高騰しているとこの物価高は小規模飲食店を直撃するっていうことでこの小規模飲食店の方やっていけないじゃないですか。これどうしたらいいのって話ですよ本当に あの日本国内において国民の経済活動ができない、ね、その例えば個人とかあ、ね、そのそのーラーメン屋さんとか定食屋さんとかの方仕事できないじゃないですかどうしたらいいんですかっていう話ですよ真面目にいや、まあ、僕たち国民としてはですね、まあ、食べたいですけど肉を肉を食べれなかったら、まあ、でも今回その話も出てきますが魚も高いんですよねじゃ肉も魚も高いってじゃあ何食べればいいのって話じゃないですか でそういったことが今回のこの、えーまあ、ニュースになってる話なんですよね。で牛肉に続いて、えー、豚肉鶏肉の値段もお、まあ、上がってると、まあ。牛肉って言えばね、まあ、ちょっと高級な感じですけど、まあ、豚肉とか、まあ、鶏肉っていうことであればなんとなくね、えーまあ、そこまで高くなく食べれそうかなと思う、えー、そういったこともありますがその値段が上がってると。で、えーまあ、その、まあ、女性のリスナー様もいらっしゃると思うんで。 まあ女性のリ,リスナー様でしたらまあ料理をされると思うんで、ただその、ね、料理をするってのもその食料品の値段が上がると厳しいわけじゃないですか、ただじゃあ,あ,の、まああね、一般国民というか一般人は肉をやめようという選択肢があるんですが、その定食屋さんとか、ね、あそのラーメン屋さんとかもそうですが肉を扱っているところってのやめられないわけですよね、それ,それをやめるってことは、イコールその、ね、商売をやめざるを得ないじゃないですか。 で小規模の飲食店がもろに今回、この件で打撃を受けるんですよね。で、ニュースにもなってますが、今もそうですが、これからの、ね、倒産が増える可能性が非常に高いんですよ。本当にこれ、まずい話ですからね。で、えー、何もこの政治家っていうのはし,しないわけですよ。岸田がですね、少し前になんかスーパーに見に行きましたけど、ポーズだと思いますけれども、何も物価高対策しないじゃないですか、消費税廃止しろよって話なわけですよ。 あるいは日本国民全員に給付金を配って、経済の状況を良くするえ、そういったことが必要な状況ですが、何もしないわけですよね。そして国民生活を全く考えてな,えな,い,ないわけじゃないですか。だからもう本当に、今回も思いますが、自民党の政権交代しなかったら、国民が過ごせなくなる、そういった今、状況にあるのが今、日本のこの現在、今ですね。僕はそう思ってます。皆さんも多分そう思っている方、いらっしゃると思いますが、とにかくどうにもならないんですよ。で、これっていうのは、あじゃあ、ニュースに出てくるんでね。 致し方のないことかっていうと致し方のない部分と致し方なくないつまりどうにかできる部分があるんですがむしろどうにもせずにこの状況に追い込んだのが自民党なんですよ少し前に自民党は酪農家の人に牛を丸したらお金を払うってわざとやってるじゃないですかこれ日本っていうのは食料自給率食料自給があね、えーまあ、自給率が低いそれが弱いっていうことは分かっていたんでこういった 輸入に頼ることになるとこういう問題が生じることが分かってるわけですよそれに備えて酪農家の方に自給率を上げるようなことを頑張ってもらわないといけないにもかかわらず自民党は牛を丸したらお金を払ううんどうかしてますよ本当にあの日本政府あるいは自民党自公政権っていうものが国民がですねえ暮らせないようなそういった政策をやってるってことが分かりますよね で、えー、国民としてはですね肉を食べたいと思っても肉は高いと、まあ、牛、豚、鶏がどん,どんどん値段が上がるとなったらじゃあ魚を食べようか魚も高いわけですよね魚も高い肉も高いじゃあどうすればいい何食べるのって話じゃないですかでさらに、えー、この肉は高いって言って肉を食べれないことはですね皆さんも僕も思うところですが 今っていうのは生活必需品の物価高、どん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 値段が上がってるわけですよね。で、働いてる人たちの給料っていうのは、手取りが25ヶ月連続で下がってる、スタグフレーションなわけですよね。このスタグフレーションの状況下において、この食べ物ですよ、食べ物が値上がりしたら、もう国民生活、どうにもなりませんよ。で、自民党の議員たちっていうのは、こんなことは全く分からずに、新自由主義、だからこれが新自由主義の、ね、究極の形なわけですよ。 どんなに国民が困っていても無視。自分たちだけが良ければいい。自民党維新の会。それが新自由主義です。だこういったことになることが分かっているし、これを直す気がないんですよ。さっさと自公政権変われって話ですよ。そうしないと国民が生活を持たないからです。自民党政治を終わらせなければ、もはやもう無理ですよ。そういった今、状況にいると、まあ、僕は思ってますし、多分皆さんも思ってらっしゃるんじゃないかと思うんですね。で今度 じゃあ自営業の方っていうのがやっていけなくなったらまあどうするのかって倒産してしまうわけじゃないですか倒産廃業してしまうわけですよね生活保護ってなかなか出づらいとかって言うじゃないですかどうなってんだよってこの国そう思いません普通に僕ずっと思うんですけどあの一日本国民としてこの政治のあり方が歪みすぎていてもうどうにもならないとえそう思います でここからニュースを考えていきますが別にそのニュースも僕がお話ししたようなことを、まあ、難しくっていうか複雑化して言ってるんで、まあ、それをちょっと考えていこうと思うんですが牛肉そして今度豚肉の値段も上がったと、えー、農林水産省が外国の豚肉の生産が落ち込んで、えー、値段が上がったっていうことでね円安が重なって、えーまあ、どん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 値上がりしてるとかっていうことを言ってるんですが。 あの先ほどお話したように、ね、自民党が日本国内において酪農家の方にもっとですねきちんと、ね、その牛とかそういったものに関して、ね、し,していればこういった時に対処できたかもしれませんが牛を丸すように言っていたわけじゃないですか話にならならいのもいいところですよねで鶏肉っていうのは外国の値段がどんどん上がってるんでその日本国内に入るとどん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 ,どん値段が上がっていると昨年12月に比べると。 鶏肉が大体国内で10上がって,るっているとうことででまあ今の日本国内の状況はどうなってるのかというと国産の鶏肉だけがまあね価格が安定してるっていうことなんですがまあ豚ですよね輸入する豚の値段も上がってるっていうことなんですよ。でこの状況何かっていうと実際このニュースに出てますけど この肉の高騰で、えー、ね、えー、どうにもならない、えー、影響を避けられないのは、これ、飲食店っていうことですね。小さな飲食,飲食店、本当影響が受けるっていうことです。実際そうですよね。このニュースにもありますけど、大手の飲食店っていうのは、あその、さまざまなところの契約があるんで、えー、何かがあってもすぐに困ることはないっていうことですね。国内との契約、あるいは海外との契約っていうことがあるんで、大手はね、大手は別に、しかも大量仕入れですから、 あの値段をね安く買うことができますけど個人っていうのは例えば国内でもないし国外でもないしそういったところでねそういった取引先がなかったらもうもろにこの肉の値段が上がったらそれもろに受けるわけじゃないですかあの個人とかまあその中小もそうでしょうね個人中小の飲食店の方はあのこの価格行動に対して対策を講じることができないんですよ。打つ手がないんですよもうで 値上げをするって簡単に言いますけど値上げをしたらお客が離れていきますというかお客がいけませんであるいはメニューを考え直すとか肉の質を下げるとかって言いますけどどれも多分厳しいんじゃないかと思いますねでその個人とか中小の方っていうのはその、ね、政府に対してゼロゼロ融資っていう、まあ、その借金の返済もあるんでおそらくここから倒産が加速するんじゃないかっていうニュースで僕もそう思います実際このようなことが書かれています 飲食店のの経営が本当に苦しくなるのはこれから。今までこの1年間飲食店の値上げが続いていて消費者もそれを仕方ないと甘んじて受け入れていたしかしさらに値上がりするとなったらどうなるのかっていう話でだからもうこの今の状態ってどうにもならないんですよでこの肉の価格高騰で町のレストラン定食屋などは淘汰されるとこれニュースにこのように書かれています。あのお店側としてはですね、 この仕入れる肉の値段が上がったのでそれを価格に反映して値上げしないといけないとそうせざるを得ないとそのお店の人の気持ちっていうのは分かるんですよだけどじゃあ今度日本国民側としては経済状況が厳しいんでそうなってしまうと外食を諦めるっていう道しかないじゃないですかだからそうなるとじゃあ今度ねその個人のされてる定食屋さんとか まあ、レストランとか、まあ、ラーメン屋さんとかも入るんでしょうね肉が関係してるからねそういったところっていうのは潰れる道しかないじゃないですかっていうことしか思えないんですよねそれ以外、えー、こ,この話を真剣に考えて、まあ、僕にはどうしていいかわからないんで、まあ、この件を取り上げてですね、まあ、どうかなと思う、まあ、解釈をお話しさせていただくことしかできないんですけど、まあ、その肉の値段が上がるっていうことは それは商品価格も上げないとどうにもならないんですよ。そのお店がやっていけないから。だけど商品の値段が上がったら国民生活今厳しいじゃないですか。そうしたら外食をやめようかっていうことになるわけですよ。で、そうなってくるとお客さんがあ来ない。ということで店が潰れるっていうことになりますよね。つまり倒産するっていう道しかないんですよ。で、僕は思ってることがありまして、これわざとやってると思ってます。 自民党ってのはさっき言いましたよね牛を丸したら金を払うってなんで牛を丸してはいけないでしょ自給率を上げないといけないんだか,らだからこれがまさに売国機民政策ですよ自民党と大企業がね、えー、多分わざとやってると僕は思ってますよなんでわざとやってるのか理由は単純ですよ個人あるいは中小の会社飲食店が潰れてくれ,くれることによって自分たち大企業から儲かる大企業だけが儲かるからだろそのいわゆる ねええー、客のシェアを取れるからだからこういうことわざとやってるんじゃないのと思うんですけどね、まあ、自民党の背後にまあ米が支持してるんでしょうけど、まあ、そもそもこの自民党と大企業は大企業優遇この新自由主義、まあ、そういったことを掲げますから、ね、え例えば極端な話ですけどあの10人のお客がいて今まではその個人中小に5人、えー、大企業に5人行、えー、っていたものが 個人中小の店がなくなったらそれ10人のお客を全部大企業は取れるからでしょ多分そういったことを考えてると思うんですよだからこういうことをやってる自民党の政権交代一刻も早く必要です日本国民の生活もままならないし日本国民のその個人とか中小でお店をやってる方たちのそういったものを潰す意図的にわざとやってると思いますあのもしですけど自民党がですねこの酪農家の方に対して牛をきちんと育てるようにとかお金を出しているとかね あるいは消費税廃止をしてるとかそういったことで今のような状況になっていたのであれば別に見方が全く違いますがことごとく国民のマイナスになることしかしてないじゃないですかだから政権交代が必要なんですよというか政権交代しなかったら本当にあの経済的に破綻っていうわけじゃないですけど国民がやっていけない日本になるそう思うニュースについて分かる限り思ったことをお話しいたしました多分皆さんもですねこの生活されていていい僕も思いますが この値段がどんどん上がる、この厳しさを感じてらっしゃると思うので、今、こういったことが考えられる、非常に厳しい、やばい状況であると、まあ、そう思います、まあ、対策方法としては、自民党の政権交代、それしかないです、きちんと日本国民の経済活動を考える人たちが、政治の中枢に入って、経済をきちんとね、立て直す、それをしなければ、本当に終わりだと、そう思いますということで、今回はここで終わります。 最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼